こんにちは、速塾のでございまます。まあ人生ってのはですね、まあ、ピンチとチャンスの連続かなと思います。いろんな状況があるんですけども、まあ、恋愛にしてもですね、投資にしても、ビジネスにしても、ライフスタイルそのものにしてもんですよ、悪いことといいことって結構どっちでも起きてくるんですよね。これは皆さんもこれは納得されることだと思うんですけども、ピンチに陥ったときに、大体ね、人って3種類の行動に分かれると私は思うんですよ。まず1つ目は、もうピンチに陥ったら腐ってね、文句を言い出す人。 で、一生懸命攻撃相手を探すっていうね、そういうパターンが一つあると思います。これが結構多いんじゃないかなと思うんですよね。で、二つ目は、狼狽しちゃってもうね、何にもできない人。何にもできない。足人の足を引っ張らないんだけども、もう他の人に働きかけることなくて、狼狽して、とにかく状況を悪くしてしまう人で。これが二つ目。で、三つ目がすごくいいなと思うんですけども、 ピンチに陥っても最善を尽くそうとすする人ですよねそして他の人を励まそうとする人こういう人が結構いる,、うん、いると救われるんではないかなと思うんですよ大体いいね皆さんがピンチに陥った時にこの3種類のうちのどれに属するかっていうことが後の人生を決めると思うんですよねそして私が見たところ結構ねあの人生に満足してたりとか幸せを買い取ったりとか、まあ、お金をねしっかりと貯めていった人って3種類目の人なんじゃないかなと思うんですよ ピンチの時ほど最善を尽くせる人っていうのが多分まあうまいこと人生はね、えー、まあ、泳ぎ切っていくというか乗り越えていくんじゃないかなと思います皆さんはどうですかねピンチに陥った時に腐って文句を言い出す人がやっぱりこう成功者になりますかねそれとも狼狽して何にもできない人が問題解決しますかねうん、ピンチに陥った時こそ人間性が出ると言いますけどもそういう時こそね最善を尽くそうとする人に人は感動するんじゃないかなと思いますただ残念なことにね ピンチに陥った時に最善を尽くそうとする人を攻撃する人っているんですよ、うん、これどうですかね状況を良くするような感じに見えますかねまあ皆さんも人生や恋愛や投資やビジネスに当てはめて考えてみると色々と見えてくるんではないかなと思いますそれでは今日もいってらっしゃい